じゃあ、続けていきましょうかね。と。じゃあ、早速、いろんな人に話を聞いてみようかな。俺、金衛兵。この仕事ができて、毎日が幸せだ。よほどの忠誠心があるんだね。いや、じいさんなんてどうでもいいんだ。トリム姫の警護ができれば、これ以上の幸せはない。動機が微妙に不純だな。おっと、これも一緒か。ん？あ、違うか。この辺りは比較的平和だからね。魔物がいるが、ハンターや君たち冒険者たちが駆逐してくれているから、悩むことはない。ぶっちゃけ、ここに立っているだけが仕事だな。これで高級鳥だったら許さんぞ。いやいや、うちこう見えて、自転車操業だからね。嘘つけ。ん？ああ、しゃっくりを止めろって。あ、じゃあ止めろじゃねえよ。ううー、心配だ。このまま、しゃっくりが止まらなかったら、娘は、心配で心配で、昼間眠れないよ。え、昼間？昼間寝ちゃダメですよ。ちなみに夜はちゃんと眠れるからな。それが普通ですよ。おう。ここから先は王様のプライベートで。一般の人は立ち入り禁止で。懇願されても入れないで。泣いてもダメで。王様の命令で。お腹が空いたで。早くご飯になってほしいで。ダメじゃん。ダメじゃん。へ、仕事しろよ。今日という今日はもう我慢ならん。日々冒険者とか勇者とかいう奴らがうちにやってきて、壺やら本棚やらそこかしこ引っかき回していくんだ。小さなメダルがないとかなんとか嫌がってな。早くやめさせて平穏な生活を勝ち取るんだ。なんという奴らだ。勇者の風上にも置けない連中だ。たまには正論言うんだな。なぜなら俺が真の勇者だからだ。はいはい。おう。お、おう。本日の議題は、食堂の料理の味付けが薄すぎる件に、すげえ平和だな。一度に喋らないで、ちゃんと挙手してください。栄養面はしっかり考えて調理しています。今のままで、問題は全くないはずです。これ以上濃くしたら、生活習慣病になっちゃうよ。それでもいいって言うんですか？女の人って甘いものばかり食べてるじゃないですか。夜中を過ぎたら甘いものは食べちゃいけないって約束したじゃないですか。なんかすげえ平和だな。男の人はお酒をガブガブ飲みますよね。そうすると味覚が鈍って濃い味付けに走ると思うんです。お酒を制限したらどうですか？スープだってお湯を飲んでいるようで全く味気ないぞ。あれでは力も入らんではないか。俺たちは油、塩っ気がないとダメなんだよ。動けなくなっちゃうんだよ。もっと塩分多くすべきだ。まあ確かにね、動いてる人は塩分多く取らないと。わーい、噴水噴水。こら、池に入らない。危ない危ない。平和だな。俺はなんて美しいのだ。こんなに美しい俺なのに。どうして世の女性は振り向いてくれないのだ。いろいろ問題があるからでしょ。ズバッと行くぜ。うちのボス、休憩時間はずっと鏡見てるんですよ。気持ち悪いったらありゃしない。うん、そろそろ転職考えようか。思うのは楽なんだけど、なかなか実行に移せなくてね。まあ確かにね、転職とかね、意外とめんどくさいしね。ほうほう。ああ。ここは武器庫かな。話しかけないで。備品の数量チェックしてるんだ。16、31、68、ああ。なんかパクれそうなもんないかな。ここは訓練場だよ。
真剣は使わないけど、あまり近づかない方がいいよ。近づくなと言われたら近づきたくなるもんですよね。お前の命運もここまでだ。おとなしく、幕につくのだ。あれと相手にセリフを決めてもな。お前の母さん、今何やってるんだろうな。寒さをこらえて手袋を編んでるんだろうな。これ何？わからん。ボキャブラリーの少なさね。俺、このセンス、フラグじゃないか。フラグじゃないか。戦争してないじゃんか。フラグ立たないよ、それじゃ。ここ、牢獄。一般の人はあまり用がないと思うな。立ち去れとか言わないの？いや、言わないわけじゃないんだがな。業務に差し障りがあるからね。どっちかっちゅうとそんな感じなんだね。うんうん、そうなのよ。はっきりしろよ。入れない。入れない。入れん。頼む、ここから出してくれ。俺は無実だ。免罪だ。すいません、私には何もできません。私の非力さをです。くそ、話しかけれない。ああ、右側か、さっきの。患者の方ですか？ちょっと寒気がして体がだるいんです。風邪でしょうか？大変。すぐにオペをしないと手遅れなのだわ。すぐに切るとか言うなよ。風邪なのに手術が必要なのかな？うん。いらないと思うな。しゃっくりの止め方、私のおばあちゃんが知ってるよ。とってもよく聞くの。そうなの？お姉ちゃんに教えてよ。でも、私、やり方わかんない。ギャフン。ギャフン。ギャフン。すぐやるか。そんな便利なもんが。ほら、わしの納めてきた年金はどこへやったのだ。聞いていた額と全然違うではないか。ああ、そっち話しかけれねえから。会話がわからん。定額給付金まだ？うわぁ、うわぁ。2階。ここは？え？ああ。いらっしゃい、何にする？おばちゃん、このコロッケ具が入ってないよ。ああ、それ当たり。当たりなんだ。当たりで具が入ってないって、外れじゃねそれ。今日もいい天気ね。ああ、昨日もいい天気だったね。明日もいい天気だといいね。うわー、平和。ここだけの話。この食堂には裏メニューがあるという噂、知ってるか？知らないよん。ああ、知らないのか。え、知ってる。なんだ、引っ掛けか。なんかないかな。なんもねえ、なんもねえ。くっす、なんもねえ。なんもねえ、アイテム一つも置いてねえ。こう、探索してるだけだとね、間が持たないな。眠いとです。間が持たない。これはカット多用になってしまうんだろうか。いやいや、そんなことさせない。俺の面白トークで。おっと、ハードル上げてしまった気がするぞ。と。ちょっとね、久々の実況でテンション自分でもよくわかってないです。ここは、トリング城なり。なり。で、ゴンス。
まあまあ、ほら、人にはいろいろあるからね。うん。もし、旅のお方、魔物たちとの戦い方はご存知かな？え、戦い方ですか？全然大丈夫じゃないです。あ、ばあちゃんだったな。俺、おじいさんかと思ってたわ。ばあちゃんだけに、老婆死んだら。余計なこと言うな。教えよう。うんうん。戦闘開始になる。敵の動きはあまり早くないが、はいはいはい。かわいいな。かわいいな。みんなこんなんだったらいいね。次に、ここはトリリングの街ですっていうのは私よ。いや、私がここはトリリングの街です。だから、寝ぼけないでよね。イケメン勇者様に、イケメン勇者様に、ここはトリリングの街ですって告げて、そして勇者様と、私なんですからね。寝ぼけてるな、そっちよ。イケメン勇者様に、ここはトリリングの街ですって告げて、明るく楽しい家庭を築いて、素敵な奥さんになるのは、もう全然私の子なんですからね。はは。あんたみたいな、どうせ行くに、イケメン勇者様に、ここ取りに行くぞ、すげえ、すまんと思って、とんでも悪いだね、だわよ。そちらだって思い上がりも、はなはなしいわよ。あんたみたいな、顔面、てこぼこ、ぶつぶつ、しょ、なんか、イケメン勇者様に、ここをトレーニングの街ですと告げて、なびくとでも思ってるの？こうなったら、実力行使を、先に、どちらがイケメン勇者様に、ここをトレーニングの街ですと告げて、気になるか、競争よ。望むところよ。あなたがイケメン勇者様にここはトレーニング待ちです続けて無視するぞ。楽しみだわ。じゃかしいお前ら。うん、ごめん。おっと、あら、ああいけるのか。シャックリの止め方、驚かせるとか。うん、驚かせのプロ。へえ。会って頼んでみる。どこに住んで見えるんですか？チャールの町にいると聞いたことがありますね。ほうほう。あ、行けるようになりました。ほうほう。わしに近づくな。わしを資産かと思って、が知って金目当てなんだろ。さもなくば、こいつらをけしかけるぞ。金目当てって違うよ。いや、そう、みんなそうやって言うのだ。もうわしは騙されんぞ。騙されないぞ。頭の硬い人には何言っても無駄だね。ガルルルルルル。ワンワンを、ワンワンを。ダメだね、マナーはね、ちゃんと守んないとね。犬の糞とかね、道路の端っこに置いてあるとすげえ、なんか、気分悪くなるよね。スマイル。スマイルください。テイクアウトで。毒消し練り込んでる。おっと。おっと。それは、あれじゃないか。普通に、アウトじゃないか。スクロール。ああ、道具で。アイテムで。あれか。消費して、魔法を使うみたいな。ちゃんとしっかりしてんだな。思ってた以上にちゃんとしてあった。ちょっと予想外。これはレベル上げ時間とかあるわけ？
ここは？あ、レストラン？今はね、うどんが食べたいな。え？教授。おー、なんで店やってんだよ。トリリング商店の商店街のマスコット、トリッチです。どうぞよろしく。ゆるキャラですか？ゆるキャラですよ。ゆるキャラか。思いっきり顔見えてる。あ、これ、あれか。かぶり物か。じいさん、全然ダメじゃん。じいさん、めっちゃ嫌われてんじゃん。うわぁ、暑苦しい男発見。これはありえへんわ。マジありえへんわ。メッサありえへんわ。こっちからも願い下げだ。なんかね、チャラいっていうか。一時間幸せになりたかったら酒を飲みなさい。三日間幸せになりたかったら結婚しなさい。一週間幸せになりたかったら豚を殺して食べなさい。一生幸せになりたかったら釣りを覚えなさい。ということで、釣りを始めたんだけど、なかなか釣れなくて、帰ってイライラしている自分。まあ、釣りはね、なかなかね、釣ろうと思って釣れるもんじゃないからね。さて、こんなもんかな。街の外に出てみようか。セーブして。よし、じゃあ、初戦闘行ってみようか。まあ、最初はね。お、ちょ、スライムかわいい。スライム超かわいいんだけど。おう、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 スライム弱。え、普通、二撃ぐらいで倒したか、そんなんじゃないの、最初の戦いって。ノーダメージで倒せちゃったよ。まあ、まあ、初戦闘だからね。まあ、まあね、まあ簡単に越したことはないよね。お、コウモリ。コウモリかわいいな。なんだこれ。かわいいな、畜生。倒したくね。でも倒す。あ、何？なんかコウモリ強えぞ。コウモリ強えぞ、何気に。コウモリ強えぞ。やべえ。お、よし、いいね。ファイヤー。お、いいね。お金、お金、お金。で、ちょっとずつ経験値と、お金を貯めていこうと。お、大雲。なんかこの、思いっきりペイントツールで描きましたみたいな、なんかそういう感じがね、またね。いいね、たまらんね。いや、こういう感じ好きだよ。お、強い、強いな、結構。お、え、全体、あ、全体じゃないか。マキスがやばい。お、いいね。よし、倒した。さてさて。こっちは、こっちはいける。なんもないか。あ、待って、宝箱あるじゃん。リカバーの巻物。いいね。回復と状態異常回復か。さてさて、どんどん戦っていこう。コウモリが失礼。え、ちょっと待って、多くない？お、多くない？敵単体か。単体か。まあ、まあまあ。まあまあ。はいはいはい。あ、いいね。158で倒せるってことは、150ぐらいかな。体力。
おっと、あ、暗闇状態。やばいな。やばくはないか。で、勇者技。テレポート?お、いいね。めっちゃ、便利じゃん。あ、いいね。よし、倒した。はいはい、や、よし。うん。順調、順調。これ、もう普通にクリアできんじゃねえ、これ。マジックウォーター。MP 回復か。これ、このまま、ちゃっちゃかちゃっちゃかいけんじゃねえ、これ。わ、出た、大雲。ファイヤーだ。ファイヤーで焼き尽くしてやる。はい。ファイヤー。お、めっちゃ効くな。めっちゃ効くな。びっくりした。さてさて。よし、いいね。え?決まらない。決まらない。わあ、まだ大丈夫。まだ全然大丈夫。まだ前。よし。レベルアップしねえな。レベルアップしないな、なかなか。あ、出た、スライム。めっちゃ可愛い、スライム。めっちゃ癒し系だわ。おっと。ああ、オッケーオッケー。え?あ、逃げられた。まだ大丈夫。よし、いけるいける。魔法魔法。よし、サンダー。10万ボル。いいね。強い強い。よし、いけるいける。うっ。よし、倒した。さあ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 、こういうところでテンション上げていかないと、俺の実況は面白くない感じになっちゃうぞ、これ。お、ここで回復すんだ。この水ってさ、あちこちにあるけど、前から気になってるんだけどさ、上流の家から出る生活排水も入ってたりしない?お、おう、そんなこと言ったら、もうほら、なんもできないよ。もう、やめようぜ、そういうこと言うの。はい、じゃあ。まあ、とりあえず、今回はこんなもんにしたいと思います。では、次のパートで会いましょう。